はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は6月の4日火曜日、時刻の方は0時24分です。見えるよね。ピョ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 。はい、そんなわけでね、今回はこちらの商品を開封したいと思います。提供はね、こちらのショップさんでございます。ちょっと読み方わかんないけどね、ありがとうございます。今回の商品、これはね、何かというと、ちょっとおじいね、初めて知ったんだけど、こちらの商品になります。はい、カーテシランプっていうの、みんな知ってる？カーテシランプでね、カーテシライト、レーザーロゴで、ゴーストシャドウライト2個セットっていうやつなんだけど、これがね、BMW とアウディとトヨタで、ベンツ、レクサスが選ぶことができました。それでね、これ何なのってことなんだけど、まあ、今回2個1セットなんだけど、よーく見てみたら、このドアを開けた時にドアのランプ、そこのランプを交換して使うものらしいってことでね、なんかね、こういうものらしいっていうね、まあ、ちょっとよいしょと、はい、まあ、2個1セット、こういうものがあって、で、まあ、こうなってるらしいってことでね。それで、元気なおじいが選んだのは、トヨタ車専用です。まあ、マツダがないんでね。で、まあ、フェラーリとかさ、ポルシェとかあったら選ぶけど、あの他の車種ね、どうしようかなと思ったけど、トヨタにしました、一応ね。でね、まあ、こんな感じでね、なんかカラーがつくみたい。ドア開けると、ライトでこういう風にしてつくらしい。まあ、これはイメージだからね、まあ、実際はどんな感じで映るのかわかんないけど、まあ、イメージ画像だからこんなんだけど、このイメージがさ、まあ、ピンクで、あ、ブルーでって、こうちょっとこう綺麗だったからね、あ、じゃあトヨタにしようかなと思って、なんとなく選んだんだよね。まあ、あと、まあ、トヨタだったらね、あのお友達が乗ってるから、うん、まあ、もし横にビーチとかつくんだったらね、あのつけてみようかなと、まあ、そう思って、これ簡単に取り付けだよっていうことで、うん、この、まあ、ドアのランプね、そこをパコッと外して、で、何これソケット外して、で、付け替えるだけで OK ってやつね。これワンステップなんだよね、ワンステップ、4ステップこれね。で、あ、めっちゃ簡単じゃんと思って、それで、まあ、おじいはね、じゃあやりましょうっていうことでね。で、これね、今おじいが選んだのがトヨタで、あと何あるかっていうと、あれ、なんで切り替わらないんだろう、よいしょ、はい、これがね、BMW、もうちょっと分かりやすく、大きいので出てこないかな、ちょっと待って、よいしょと、はい、これがね、BM、うん、まあ、これもいいかなと思ったんだけどね、で、これがアウディ。ね、まあ、アウディ、あの、なんかちょっと変だなと思って、まあ、だったらほら、このトヨタがね、なんか綺麗でしょ、色合いが。で、ベンツはね、うん、あの、なんかあんまカラフルじゃないなと思って、うん、ベンツね、あんま好きじゃないんだよ。で、レクサスもね、なんかロゴ地味だなと思ってね。まあ、そうすると、この BM か、あのトヨタだったら、まあ、ロゴが、まあね、まあ、いいかなと思って、カラーもあれだしね、もう2択だなと思って、どっちにしようかなと思ってね、まあ、BM いいかなと思ったんだけど、で、まあ、トヨタだったらね、うん、まあ、何かしら、ね、おじいがトヨタのスープラ買っても使えるかなと思ってね、うん、じゃあトヨタにしようかなと思ってね、一応トヨタの方にいたしました。ね、で、で、まあ、おじいの我が家にトヨタ車ないからね、マツダのデニオしかないからね、今ね、本当。なので、
まあ、あのデミオにしきようかなと思ってね、まあ、これ紹介しますよって言った後ね、あのクレバ見に行ったんだよ、デミオで。デミオね、あのポンコツ車だからドア開けたらないんだよ、あのカーテシランプっていうのがないんだよ。そんなおしゃれなものついていなかった、デミオには。ガチョーンでしょ、ほんとね。え、普通ライトもか、あのこことここに2箇所ぐらいあるのにさ、確かデミオン1箇所しかない、ここしかないんだよ、ここないんだよ、上がね、しょぼいんだよ。あれ、ここあったかな、ちょっとあんま記憶にないな、ほんとね。まあ、そんなわけで、ね、これ届いたのはいいんだけど、あのおじいのデミオにはそのカーテシランプっていうのがないので、まあ、あるとしたら後ろをね、あのハッチバックとかトランク開けた時にあるんだよね、そこにつけるぐらいしかないかなと思って、まあ、一応こういうものがあるんだよっていうのをね、まあ、PR するのが YouTube ボワーなんだよね。一応開封して、で何かしらちょっと撮影はしようかなと思ってます。まあ、今回はね、開封式でございますね。はい、そんなわけでね、箱はこんな感じ、コンパクトに届きますね。はい、まあ、今回ね、お値段が安いんでね、おじい、あのこれを注文するためにこれ買ったんだよ。はいね、アマゾン送料400円かかっちゃうからね、はい、これ買いました、ね、550円ぐらいだったかな、これね、バカバカしいもんね、送料に400円払うんだったらなんか買うよね、絶対ね。レコード針のクリーナー、これ買いました、長岡のね。はい、そんなわけでこちらの方開封していきたいと思います。てってれってれーん、よいしょと。はい、開けるよ、せーの、ドーン。はい、開けました。そしたら、いや、ほんとこれあれなんだね、マニュアルも何にもないね、これ本当に物だけ入ってる。いや、ほんと物だけだね、これね。ね、画面切り替わるかな、よいしょ。ロジクールちょっと切り替えようか。いや、これほんと面白い、よいしょ。はい、もう こんな感じ、ほらほら、これをどうやって、あ、ここか、これか。いや、ちょっと想像していたのよりはこんなに大きいソケットをボンってつけるの、もっとちっちゃいやつだと思った。おじトランクのやつね、細いのが、あの2ピンのやつがこうあるんだけど、いや、そのちっちゃいのかなと思ったんだけど、これでっかいじゃん。あ、そう、これはちょっとこの説明見てもうちょっとね、うん、これさ、ほら、こうなってんじゃん。だからこれさ、この赤いこれをつけるんだったら、あ、確か後ろのトランクにもつけられるよなと思ったんだけど、いや、これコードついてないよ。おお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 おや、ね、しかも形状違うし、あれ、なんでこっちだ、こっちか、これ形状違うね、これね、ほら、これトヨタ車、うん、間違いなくトヨタなんだけど、なんでこんな形してんの、こっちの違うよね、ありゃ形が違うぞ。ね、ん、ちょっと待って、写真と違う、
これ何のが来たんだろう。ちょっと待ってね。あ、でもトヨタ車で間違いないね。あのトヨタって書いてある。ほらね、これトヨタだよね多分ね、うん、これトヨタだよ。そっか、形状この写真通りだったら、うん、これだったらおじい、あのデミオのトランクのあのくっつけてんのと同じだったからいけるかなと思ったんだけど、いやちょっとこれまさかまさかだったな。これこんなでっかいのあれか、これ本当にトヨタなの。いやこれさ、最悪こうやってあのピーってやって、あこういうのがあのつくよっていうのでね、あの試そうかなと思ったんだけど、ありゃちょっと想像してたのと違う。ここケーブルがあるもんだとばっか思ってたんで、いやこれケーブルないの、どうやって取り付けたらいいのこれ。そうなの、え、ちょ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 、ね、ちょっと困ったぞ。よいしょ。でこれだったらあのデミオの後ろこうなってるからと思ったんだけど違うんだね。あこれ BMW 専用って書いてある。これあーこれ BM のやつか、 BM のやつをトヨタにそのまんまあれだな、これ写真ちゃうやんかこれ。でこの形に似てるのかな、トヨタ。そうなのか、いやーちょっとこういう形をしたケーブルおじ見たことないぞ。そうなんだ、まあちょっと何か探して、とお友達のやつついてないかな。ちょっとこれね、いやちょっと探してみないと、これあのトヨタ車専用だねやっぱね。ケーブルの形状がトヨタじゃないと合わないと思うんだよ多分きっと。でね、ググるとビッツでね、あのカーテンシランプっていうのをつけてる人がいたから、まあでもねいいやつかな、改造してつけるようにしちゃうかな。おじいもね本当気がつかなかったんだよ。デミをこうやって普通こうやって開けたらライトがあるかなと思ったんだけど、なかったんだよデミオ。びっくりしちゃったよで何を何をって書いてあるけど、ただロゴが違うだけで全部共通かなくと思ったんだよ、あのソケット見てね。いやーこれちょっと惜しいで参ったなこれで、はい、まあそんなわけでね、今回はこのカーティシーライトランプね、これの開封でした。いや本当こういうものなんだね。ちょっとこれもう一回作戦を練り直す必要があると思います。いやーそういうことか、そっか、ちょっとおいしい、もう一回ね、作戦練り直したいと思います。はい、また皆さんいいアイデアがあったらおじいにね、教えてください。こうしたらどうとか、まあそこに 12V のバッテリーあるからさ、まあ最悪まああの線そのまま直結でつけてね、こうピッてやればこう一応ライトはつくだろうからね、まあ、こんな風にきれいにつくんだよっていうのは実験はできるんじゃないかなと思います。はい、そんなわけでね、今回はここまで。なんかちょっと思ったのと違ったんだけどもね、皆さん参考にしてくださいね。 BMW とかあのトヨタとかね、あのレクサスね、でアウディ、そしてベンツに乗ってる方がいたら、こういうねカーティシーランプでね、まあ、ちょっとドレスアップするのも
いいんじゃないんでしょうか。はい、気になる方はね、この Amazon のリンクはこの下にあるので見てください。それだけでおじいでした。最後まで見てくれてありがとうね。またね。最後まで見てよって方はね、グッドボタン押してね。またね。バイバイ。